ジョジョの奇妙な冒険ストーン王者オラ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 氏え。この番組は荒木裕彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのラジオです。パーソナリティは空城ジョリン役ファイユーズアイがお届けしていきます。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。オラオラジオ S。 改めましてファイユーズアイです。毎週更新中のオラオラジオ S 第43回です。ブラボーブラボー。先週はですね、エルメス・コステロ役の田村睦美さんが来てくれていましたがね、睦美さんとはこうやっぱり収録を通じてどん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 仲良くなって、もう今ではもうタメ口でお話しさせていただくような中で、本当に私の中でザ・姉貴って感じの頼りになるお姉様なんですけれども、前回の、ラジオを聞いて改めて初めて睦美さんが来てくれた回を聞くと、距離の近さがやっぱ全然群抜に違うなと思ってなんかそれだけ仲良くなれたんだなっていうのもすごく嬉しいですし、睦美さんもめちゃくちゃリラックスして家かってぐらいのテンションで話してくれたので本当に幸せでした。皆さんも聞いてくださり本当にありがとうございました。ちょっと最近のジョジョ的近況なんですけれども、私本日グラムさんより発売されておりますジョリーンのブルゾンを着ております。イエーイ。これ本当に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 グラムさんありがとうございます。そしてこれを開発してくださった主演者さんとかもう偉い人たちみんなありがとうございます。こちらリバーシブルになっておりまして、2色展開ございます。ブラックとグリーンですね。外側がブラックかグリーンって感じなんですけれども、外側の色が、基本無地でシンプルでかっこよくスタイリッシュに着れるものになっておりまして、内側というか別の柄の方がどちらもですね、オープニングのジョリーンのいろんな場面のカットがこう散りばめられてるマルチカラーのデザインになっておりまして、めちゃくちゃかっこいいんですよ。もうこんなことあります？どこ見てもジョリーンしかいない服がこのように存在するなんて、もう作ってもらえるなんてっていう感じで、本当にもう感謝でいっぱいでございます。嬉しい。右手伸ばしてもジョリーン、左手伸ばしてもジョリーン、後ろ振り向いてもジョリーンで幸せすぎます本当にこんな素敵なお洋服を作ってくださりありがとうございました。この場を借りてお礼をさせていただきたいと思います。そしてね、このジョリーンのブルゾン以外にもたくさんたくさん魅力的なお洋服が出ておりまして、個人的にすごい、わ、このチョイス最高だってなったのが、ロッコバロッコ所長 の所長とシャーロットちゃんのトレーナーが出てるんですよ。こちらも2色展開で、いやもうすごいですよね。だってこうやっぱりそのグッズって結構その主要キャラとかメインキャラとかがいっぱい出ることが多いじゃないですか。その中でね、もう脱獄したら会うこともないロッコバロッコ所長のグッズをもうトレーナーとしてこう作ってくれるがもう天才すぎましたし、デザインが海外の絵本とかお菓子のパッケージにありそうな、ちょっとレトロ味を感じさせるようなデザインになっていて、配色とかその色の塗り方とか、あとその下の方にあるロゴもちょっとなんかこう新聞の切り抜きみたいな感じのロゴの並びになっていて、それもまためちゃくちゃおしゃれですし、あんまりこうキャラグッズ感がなくて普段使いしやすい、めちゃくちゃいいですよね。もう私これもめちゃくちゃ着てます。私ピンクみたいなちょっと淡いベージュっぽい感じの色の方をよく着ております。皆さんもぜひぜひお手に取ってみてください。よろしくお願いします。というわけでですね、今日は一人なので最近届いたいろいろなメールを紹介していきたいと思います。スタンド名、そこはちょっとシートゥレイ。先日アニメ10周年記念展を荒木先生の故郷仙台で参加させていただきました。参加と参加をかけていますね。10年間のアニメの軌跡、原作をリスペクトし続けたアニメスタッフさんのおかげで今の自分がいます。感謝しかありません。ここから自分語りさせていただきます。申し訳ございません。いえいえ、どうぞどうぞ。今から6年前彼と出会いました。ジョジョ第何部が好きなの？それが彼との出会いでした。
アニメジョジョを見てハマり、そこから付き合い、昨年見事ゴールインしました。ジョジョのおかげです。本当にありがとうございます。おめでとうございます。今後のジョジョの奇妙な冒険のご発展を心よりお祈りしてます。 Hail to you、 君に幸あれとのことです。ありがとうございます。すごい、こんなことあるんですね。いや、なんかいいな。しかもジョジョってやっぱもう本当に大好きな人にとっては人生のバイブルじゃないですか。そういうなんかこう自分の行動倫理だったり、その理念や哲学になっているじゃないですか、本当に好きだと。だから本当にその価値観が合う人と結ばれるって本当に素敵だと思いますし、今ちょっと写真がついてたので見てるんですけど、これは最高、アナスイとダイバーダウンの立ち方でお写真を撮られてる。素敵、すごい幸せに満ち溢れてる。いやー素敵だな。なんか本当にお二人ともジョジョが大好きで、お互いを深く愛し合っているというのが伝わってくる素敵な写真ですね。いいな、私も学生時代友達だったな、それ。ダイバーダウン見てこうアナスイの立ち方してる友達にこうギュッてやって楽しかったな。いや素敵ですね。ぜひぜひこちらこそそこはちょっと失礼さんの今後のねお幸せを願っておりますので、素敵なジョジョライフを送ってください。ありがとうございました。続きまして、スタンド名色花春の、ファイちゃんこんにちは。中学生ジョジョ氏です。こんにちは。もしこのメッセージを読んでくれていたら、私は号泣&レクイエム状態です。今週のアニメも最高にハイでした。ラジオも毎回セッコのようにうなずいています。こんなにもジョジョが大好きな方が大好きなジョリーンの声を担当してくれるなんて泣きそう。私にとっての空城ジョリーンはファイちゃんそのものです。どうしたらこの気持ちが届くのか。私以外にもきっとたくさんの人がファイちゃんに勇気と笑顔をもらっていますとのことで、実はですねこの後にもめっちゃ熱いメール熱い文章書いてくれてて、しっかりね私の元に届いておりますので、本当に本当にありがとうございます。いやー中学生の女の子からこんな風に言ってもらえるなんて、ちょうどねその頃が私もジョリーンと出会った時期なので、なんかこう自分と重なる部分もあってすごく嬉しい気持ちになりました。でね毎週アニメも楽しんでもらっていて、でジョリーンのことも大好きと言ってくれることが私にとても何よりも嬉しいです。ありがとうございます。全部目を通させていただいておりますので、しっかり届いております。光一くんのハートがゆか子のハートに流れ込んでくるようにね。はい、ありがとうございます。ではではですね、ここからは、第29話アンダーワールドの感想を紹介していきたいと思います。ベルサスのスタンドアンダーワールドの能力でジョリーンとエルメスは墜落する飛行機の記憶の中に囚われていた。墜落まであと2分、刻一刻と迫る運命の時、ジョリーンが飛行機から飛び出して攻撃を仕掛けるも、記憶の外側にいるベルサスには届かない。外部からの助けを求めるため、ジョリーンはエンポリオへ連絡を取ったというストーリーになっていますね。はい、ここからは皆さんのメールを紹介していきたいと思います。スタンド名ベルサスの気持ち。ファイさんこんにちは。こんにちは。アンダーワールドってスタンドの名前がスカイハイと対になっていますし、ディオのワールドともかかってますし、まさにディオの息子の能力って感じですよね。確かに。プッチに反論したくなる気持ちもわかります。アニメだと漫画より腹の立つ感じでプッチが言っていて、声優さんの演技ってすごいなって思いましたとのことです。ありがとうございます。そっか、スカイハイとアンダーワールドってそうだ、対局にありますね。全然気づかなかった。素晴らしい、さすがベルサスの気持ち。まあプッチの言い方ね、あれはやだな。やっぱ辛かったバイト時代を思い出すな。前回のエピソードではね、ちょっと小声でごちゃごちゃうるせえんだよさっきからって言って、それでまたいいえみたいな、あなたのためにやってるんですよってちゃんと敬語に戻ってましたけど、今回はねプッチがこうどん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 こうネチネチがこうネチネチに拍車がかかってるので、ベルサスもちょっと歯止めが効かなくなっていくところが面白かったですね。はい、そんなメールが届いておりますので他にも紹介させていただきます。スタンド名ベルサス、プッチにイラつかないで心を落ち着かせてほしい。
なんかやっぱあれですね、みんなベルサスに優しい、ベルサスへの思いやりで溢れてる、ファイさんこんにちは。こんにちは。アンダーワールド、地面が記憶しているっていうのがなんだかリアリティを感じて、これまで一番緊迫感があったように思いました。わかる。実際に起きた出来事だから逃れられないっていうのがスリルがあって、映画を見ているようにも思います。本当に地面って様々なことを記憶しているかもしれないなと感じたりして、そう考えると時を超えたすごい歴史がそこにはあって不思議な気持ちになります。きっとここまでのジョジョの歴史もその地面には刻まれているとのことです。そうですよね。うわー、いや、なんか絶対いいことにもっと使える。この間ね、あのむつみさんがおっしゃっていたような、その考古学の発展であったりとかね、そういうなんか人類にとっての素晴らしい進歩につながるかもしれないからね、ベルサスにはね幸せになってほしいですね。荒木先生もあの漫画のそのなんかキャラクター紹介のところでおっしゃっていたんですけれども、あの幸せになってほしいとベルサスに言っていて、あの気になる方はあのキャラクターのプロフィールとかそういうのも根掘り葉掘り見れますので、コミックスの方もよろしくお願いします。いや、私もだからこうアンダーワールドすごい好きなんですよね。考えさせられるスタンド、なんか単純じゃなく、まあ、シンプルなのはめちゃくちゃ強いんですけど、単純じゃないからこそ倒す側も相性とか、まあ、経験値がものを言う世界ではありますけれども、それだけで済まされない不思議な、なんて言うんだろう、魅力があるスタンドだなと思いますね。私も使ってみたいです。続きまして、スタンド名アンダーワールドザワールド、ファイさんこんにちは。こんにちは。前回のオラオラジオで田村睦美さんとファイさんのプッチと遊園地に行ったらとか女子トークな掛け合いがめっちゃ面白かったです。恥ずかしい。そして前回に続き今回アニメでもジョリーンとエルメスの掛け合いが激しくスリルがあって最高でした。リアルな子供を座席へ落としてくるベルサスのゲスっぷりはやばかったですが、プッチへのキレ具合は面白かったです。俺だって幸せになる権利はあると執着する感じはやはりディオの息子な雰囲気がしました。ファイさんはアンダーワールドの能力が欲しいと言っておりましたが、どのように使用したいと思いますかとのことです。ありがとうございます。そう、あのね、ジョリーンとエルメスの掛け合いね、あれはなんかやっぱりこう必死同士だけれども、ちゃんとこう相手の意見とか尊重したりとか、ちゃんとこうジョリーンって結構無茶したりするし、それにエルメスがなーにーって振り回されますけど、でも絶対にエルメスがめちゃくちゃ危険になるようなこととかは絶対にしないので、なんかそこもやっぱりジョリーンがエルメスを信頼して、エルメスがジョリーンを信頼してる、その2人のなんかお互いを思う心がちゃんと関係性ができてるからこそのあの最強のタッグプリなのかなって思いますね。で、あのベルサスが落としてきた入院中の子供、あれはなあ、ひどいなあと思いつつ、あの子供たちなんか子役かってぐらいなんか哀れを誘うような言葉遣いがすごくて、あの僕歩くのあんまり得意じゃないけど、あなんか毒よって、そんな哀れを誘うような言い方しないでよっていや、もう本当にかわいそうな子なんですけれども、それこそね、あの前回むつみさんが言っていた自分を犠牲にして誰かを助けるのがヒーローじゃなくて、自分も助けて相手も助けるみたいな、そういうところがなんかあのヒーローのなんかジョリーンたちがそのまさにヒーローたるゆえんだよねみたいなところにつながっていて、めちゃくちゃいいな、やっぱり改めていいシーンだなと思いましたね。そしてあのジョリーンの糸あそこまで伸ばしていいんだってそうすごいな、やっぱあの成長してますからね、もしかしたら使い方とか伸ばせる糸の距離も変わってきてるのかもしれませんね。で、私はアンダーワールドの能力欲しい、なんだろうな、具体的にこうっていうのはあんまりないんですけど、でも例えばその大好きな映画があって、その大好きな映画のロケ地とかに行って、その掘り起こせば実際にどういう監督がそこにいて、監督がどういう指示をしたのかとか、そういうなんか舞台裏とかも見れちゃうし、本当にあのすごい能力だから、敵になったら恐ろしいけど味方になったら本当に心強い頼もしいスタンドですよね。うん、いやアンダーワールドね、今回だけと思ってる方は侮るなかれですよ。もしかしたらもうちょっとアンダーワールドの能力出てくるかも。
まだ倒されてはいないのでね、ベルサスがこの後どうするかもぜひぜひ注目してください。続きまして、スタンド名、打天使ヨッシー。ファイルーズさん、こんにちは。初メールです。こんにちは、僕も同意見で、ディオの息子の中ではやはりベルサスが一番大好きです。そんな29話ベルサス回何度も見返しました。子供を3人も落とすような戦い方、ジョリーンの糸を切ろうとするときにウリーと言ってみたり、29話では完全に倒されなかった意外なしぶとさ、ザ・ワールドにアンダーワールド、一番ディオの息子って感じの存在感でしたね。あとは29話を経て思ったのは、やはり喋るスタンドって面白いなって思いました。ホワイトスネークはうるさい印象ですが、アンダーワールドの無機質な話し方にはクールさを感じます。ファイちゃんは喋るスタンドどう思いますか、とのことです。あ、そして PS、 自分は肺活量が貧弱すぎて、ベルサスの29話終盤の発言、ウェザーリポート言い切れませんでした。やはり声優さんってすごいです。長文失礼しました、とのことで、ちょっとブースの向こうでめっちゃ拍手してくれる恥ずかしい。ちょっといいところで止めようと思ったんですけど、その後のやはり声優さんってすごいですっていう文章がちょっと横目に見えちゃって限界までやってみました。ありがとうございますね。このメールでもありましたね。そう、この間ね、ベルサスがその漫画読んでた時一番好きだったっていう話をしたんですけど、実はあれの後に続きがありまして、ただアニメ見てリキエルが息子たちの中で一番になったって言おうと思ったんですけど、むつびさんとの話が楽しすぎてどん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 会話がされちゃって言い忘れちゃいましたそうね、ベルサスがすごい、やっぱりめちゃくちゃ人間味があるし、その感情移入しやすかったっていうのかな。やっぱりその不遇な環境で、最初はこう神父に対して盲信とまではいかないんですけど信仰してたじゃないですか。それがだんだんこう、まあ若者特有のちょっと反骨心だったり、そのネチネチ言ってくる年上に対する苛立ちみたいなのが出てくるところがめちゃくちゃ人間らしいしね、バイト中すごい思ってたから何回言うんだよって話なんですけど、やっぱりその共感できる部分がめちゃくちゃ多くて、だからすごい好きだったんですよ。まあ今も好きなんですけど、ただそのリキエルをアニメで見た時に、私その漫画読んでた時にもちろんリキエルもすごく魅力的だったんですけど、自分がと読んでた当時はやっぱり他人に共感するよりもやっぱり自分目線で物語読んじゃうじゃないですか。だからそのリキエルみたいに私はこうパニックになったこととかはあまりなかったので共感できなかったんですよ。ただいろんな、ね、経験をねこうしていく中で、やっぱりリキエルとまではいかなくても焦って自分が嫌いになっちゃったりとか、自分に対して失望したりとかっていうことをたくさん経験したことによって、すごくこうリキエルは俺だ俺なんだっていうナランチャみたいな気持ちになっちゃって、それでっていうのもありますし、あとやっぱりアニメーションでこうリアルなこうお芝居だったり息遣いが入ることによって、よりそこうリキエルって本当にこう頑張れってしたくなるような、あの魅力がさらに増してきて、すごいやっぱり好きだなって改めてなりました。まあみんな好きなんですけどね、特にこうリキエルのその焦って失敗しちゃって自分のことが嫌いになるっていうところで言うと、やっぱり私はジョジョのオーディションの時がまさにそれで、好きすぎるがゆえに焦ってとちりまくって、もうめちゃくちゃ気合い入れてったのにバカみたいだと思って、もう家に泣きながら帰ってねっていうことがあったので、やっぱりそれが一番自分がリキエルに共感できて、なんか自分を乗り越えるべきなんだなって気づかされたところですね。でもみんな好きなんですよね。なんか全部切り取ると似てるところあるからね、それぞれの目線で物語を何回も見直すっていうのも面白いかもしれませんね。そしてファイちゃんは喋るスタンドどうですか、ということなんですけれども、私はもし自分にスタンドができるなら喋るスタンドがいいです。ピストルズぐらいやかましいのも可愛いし、それこそあのアンダーワールドぐらい粛々とこうそばにいてくれるのもいい。というのもやっぱり自分がこうネガティブな気持ちに支配されちゃったりした時に、スタンドだけは、スタンドってこう精神のビジョンだから、そんなことないよって言ってくれると思うんですよ。本当は自分だってこう
そんなことないと思いたいけど、なんかひねくれた部分だったり落ち込んでる状況のせいで自分ってなんてダメなやつなんだなった時に、スタンドは自分の本心だからそんなことないって自分が一番欲しい言葉をくれると思うんですよね。私の妄想ですけど。でもなんかスパイスガールとかは結構なんかそういうずっとそばにいましたって言って奮い立たせてくれたりするから、そういう喋ってくれるスタンドにメンタルもケアしてもらいたいし、ピストルズみたいな子たちは結構あんまりメンタルのケアっていうより普通にこうそばにいてくれるだけで明るい気持ちにさせてくれるし、ご飯とかあげるとやっぱなんかペットじゃないですけどなんかこう子供のお世話してるみたいな気持ちになってすごい優しい気持ちになれるから、だから喋るスタンドがいいなと思います。ではでは続きまして、スタンド名天命歌教員第29話視聴いたしました、ありがとうございます。ベルサスの悲惨な出来事、本当に辛い気持ちになります。ジョリーンからの電話に戸惑いつつも、幽霊のパソコンで過去の出来事を高速検索してくれるエンポリオが万能でしたね。そして何より自分たちの命を守る、子供3人の命も守る、両方やってのけるジョリーンとエルメスの行動に痺れる、憧れる。最終話まであと数話で名残惜しい気分ですが、今後も楽しみですとのことです。ありがとうございます。そうなんですよね、本当にもう部下も守る、任務も遂行するっていうね、もうまさにブチャラティのような戦いっぷりでしたね。そして私今回のエピソードですごい好きなのが、ジョリーンはまあ必死だからしょうがないけど、めちゃくちゃ尻滅裂なことに、飛行機に閉じ込められているんだ、早く何とかしてくれみたいな言って、でもエンポリオからしたら病院に入ってったお姉ちゃんたちがなんで飛行機から降りれなくなってるんだっていう、はぁーみたいな、あのちょっと拍子抜けした感じがなんかこう緊迫したバトルとのこうギャップがあってめちゃくちゃ面白かったですね。アフレコしてた時もめちゃくちゃシュールで面白かったシーンなんですけど、ジョリーンたちの方で流れてるその SE とか音楽とか、すごい緊迫してるじゃないですか。それこそ飛行機だからこうガガガガガガガって音がしたりとか、だけどエンポリオの方はこうのんびりとした青空ののどかな状況だから、そこでこう SE とかの切り替わりが明確にこうされてるから余計に面白くて、すごい楽しみシーンでしたね。あれ大好きです。続きまして、スタンド名アンダーワールド、田村さんがゲストの時はお二人ともプライベート空間のようにリラックスされているからか、本当に仲がいいんだなと感じます。やっとお気に入りのスタンドの話ができることを嬉しく思います。私の最も好きなスタンドは全シリーズ含めてアンダーワールドなんですね。お名前にもあるくらいですからね。まさかファイちゃんさんもお気に入りだったとは感激です。いいですよね、直に歴史を感じられるなんて。それに見た目もベネ、鼻と口はなく目の部分がパイプで表情がないのに自我を持って喋るところとか、能力発動時に拳で殴るんじゃなく抜き手なところも個性的ですね。アイキャッチイラストめっちゃ良かったです。アニメで動いてるシーンを見れて大満足です。アニメだと分かりづらいですが普通に喋れるのに、本体のベルサスに対しては原作ではカタカナ表記で会話をしているのが扱いづらそうで可愛いですね。そしてもし私がアンダーワールドを使うなら、神社仏閣だとかにある樹齢何百年の御神木、あれらを撫でるのが好きなんですが、ああいった場面で発動して昔の人々の営みを感じたいです。おそらくムーディーブルースより早く再現できそうな気がします。改めて映像化してくれたスタッフと演じてくれた星野さんに感謝いたします。これからのベルサスくんの活躍に期待したいですね、かっこ遠い目とのことです。ありがとうございます。そうなんですよね、確かにこの御神木に触れるっていうのもいいですね。ね、神社仏閣とか私も好きでよく行くんですけど、昔のね人がどういう生活をしていったのかとか、自分がこう操れるそのアンダーワールドでこう、まあ、掘り起こすってことはその消すも出すも自分次第だから、危なくなったらまあ消せばいいし、わいいな、あ歴史上の偉人に会いたいな。私真田幸村好きなので長野の上田城に行って真田幸村に会いたいです。そしてねこの方のねこのメールからもね、ものすごくアンダーワールドやベルサスに対する愛が伝わってきていいですよね。本体とねそのベルサスと会話してるのがすごい可愛いですよね。あとこうやっぱり星野さんのお芝居
もちろんねすごくあのお芝居がとても上手な方なので、ベルサスとアンダーワールドのこの演じ分けがすごいなと思いましたし、なんか確かよほど畳みかけるようなあれじゃない限りは一緒に撮ってた気がします。その別後でアンダーワールドを撮るとかじゃなくて、ベルサスやりながら流れで撮るみたいなのもやってたと思うので、いやすごいなって思いました。そして星野さんは確か現場でちょっとお話ししたんですけど、ジョジョお好きですかみたいな毎回皆さんに聞いてるんですけど、本当にジョジョお好きで、第3部とかも確かリアルタイムとかで読んでいたっておっしゃっていて、本当にジョジョ熱も素晴らしいし、スタンド使いになる日が来るなんてってご本人も大変感動しておりましたので、本当にその愛がベルサスのお芝居にめちゃくちゃ乗ってて、見てる方にも伝わったんじゃないかなと思います。いや本当にね、改めて私もアンダーワールドを好きな人間として映像化してくれたスタッフの皆様、本当にありがとうございました。続いてこちら最後のメールになります。スタンド名ジョージ、ファイさん大変です。原作未読勢なのですが、ストーンオーシャンアニメ公式の登場人物のところがベルサスで最後ということは、役者が揃ったということでしょうか。例えるならうっちゃんに対するなんちゃん、残り9話クライマックス状態ということですか。うっちゃんに対するなんちゃんの使い方ちょっと違うねこれは相性のいいモッツァレラチーズとトマトのね相性の良さを例えるやつだから可愛いでもこんなねジョジョワードをたくさん使ってくれてありがとうございます残り9話クライマックス状態、まあどうでしょうね、役者は揃ったんですかね。ただまあちょっと気を抜くなかれとは私は言いたいですね。今いるキャラたちがどうなるかとか、ああまあ言えないですね。ちょっともし気になる方は原作を読んでいただくであるとか、ネットフリックスにて全世界独占先行配信をしておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。ただリアルタイムで1週間こう悶々としながら、え次どうなるのっていうのはもう今のこのジョージさんにしか味わえないものなので、その瞬間も大切にしてほしいです。おすすめは、地上波で全部見て、でネットフリックスに入ってもう一周して、で原作を読んでください。いや待ってください、地上波で全部見て漫画を全部読んで、その上でネットフリックスでもう一回全話見てください。お願いします。そうするとアニメで初見で、よしじゃあ原作読んでみよう、わこのシーンこういう風になってるんだ面白い、じゃあそれを踏まえてもう一回ネットフリックスで見ようがベストなんじゃないですかね。羨ましいですよ、次どうなるのかなってこう考えながら見れるなんて。もう一回記憶消したいですもん、プッチー記憶ディスク取って、もう一回ジョジョを初見で見させてくれいや本当にぜひぜひこの1週間1週間をかみしめるのも良いんじゃないかなと思いますので、ジョージさんらしい楽しみ方で楽しんでいただけると嬉しいです。来週は第30話ヘビーウェザー1について話していきます。感想メールも引き続きお待ちしております。というわけでメール紹介は以上。アンダーワールド、破壊力なし、スピード死。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきます。スタンド名ジェリドメサオシ、ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは会社の表彰式。おお、私の会社では年に一度、本社がある京都のホテルで表彰式というのがあります。その表彰式の中で大病で会社を休んでた役員が大病を克服し、仕事に復帰したという内容のスピーチがあり、私はそれを大病を克服が太陽を克服に聞こえ、隣にいた先輩に太陽を克服ってどういうことと聞くと、カズやねんと返してきました。私は意味が分からず、その日の帰りに電車の中で太陽を克服カーズとネットで調べたらジョジョと出てきて、ジョジョってなんだろうと思いながらそのまま帰宅すると、なんと兄がジョジョ第2部のアニメを見ていたんです。私はこれってジョジョやんとびっくりしました。実は兄はジョジョが好きで漫画も全て持っていたんです。兄とは仲がいいのですが、ジョジョが好きだということは知らず、それから第1部から見始めてハマりました。
その翌年の2014年に第3部がアニメ化されて一緒に見たりしてました。ジョジョ好きになって本当に良かったですとのことです。ありがとうございます。これ待ってください、私も同じことありました。あのなんか通販番組というか、なんかその青汁の宣伝の番組あるじゃないですか。それでなんかこういろんな飲んだ人たちの意見の中によく流れてくるのが、大病を克服した何々さんはっていうのが毎回流れるんですよ。それがあれずっと太陽を克服しただと思ってて、なんか吸血鬼なのかなって一瞬毎回思ってて、絶対何か聞き間違いしてるんだと思ってたんですけど、大病っていう単語を知らなかったので、太陽を克服したってなんかあれかな、なんかこうやっぱ紫外線とかでシミできるのが嫌だから太陽を克服したって言ってんのかなと思ってたので、あのこのジェリドメサ推しさんの気持ちめちゃくちゃわかります。しかも大病じゃなくて大病っていうパターンもね、アクセントであるから、大病と太陽ねいや面白いなこれ。それになんかそのそれに対して先輩もカーズやねんって何の説明もなく、カーズやねんって言っても分かるわけないじゃんねいやもう面白いですね。でもそのねユニークな先輩がいたからこそ徐々に出会ってねっていうこともありますからね。すごいなぁ、いやすごいなぁ、第一部からハマって今ではね徐々のラジオにメールを送ってくれるようにまでなったわけですから、人の出会いってのは運命で決められてるのかもしれねえなぁ。はい、では続きまして、スタンド名、息子のジョジョポーズのキャラが当てられない。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは私の中1の次男。ほう、私の中1の次男が12月のクリスマスプレゼントにリクエストしたのがジョジョの第7部コミックス全巻セットでした。渋いね私自身はジョジョについては名前だけ聞いたことがあるレベルだったので、なんか番長みたいなキャラが出てくるいかつい作品というイメージしか持っていませんでした。わかる、でも息子がめちゃくちゃハマっているようなので、年末年始どこにも行かないから一から見てみようと第1部からアニメを見始めました。案の定ジョジョの魅力にハマってしまい、現在第6部のアニメ放送にも追いつくことができました。毎週のアニメ放送がとても待ち遠しいです。また私はにわかファンなので、愛ちゃんのジョジョ話は愛が深くてラジオもとても楽しく拝聴しています。もっと早くジョジョにハマっていたら、息子の名前はジョー太郎とジョースケにしたのにと本気で思ったのですが、ジョジョファンの次男にさえだが断ると言われてしまいました。3月の春休みに息子とアニメ10周年記念展を見に名古屋に行く予定を立てているところで、飛行機の中でジョジョクイズ本で遊べたらいいなぁなどと考えています。沖縄から見に行きますとのことです。ありがとうございます。すごい、ね、理想の家族なんですけど、私が将来子供と一緒にジョジョを楽しむっていうのは私の将来の夢の一つなので、めちゃくちゃいいと思います。でもジョー太郎とジョースケっていう名前めっちゃいいと思うんですけど、でも確かにご本人その息子さんたちからしたらプレッシャーでしかないどうしようって、あんなムキムキにならなきゃみたいなでも絶対どんなお名前でもかっこよくて優しくて思いやりのある子になると思いますよ。ジョジョが好きならね、自分の意思を貫く子になると思います。そしてね、沖縄からね名古屋に行ってね、あのジョジョのあの記念展見てくれるなんて本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあコミックスもね前巻ね第7部プレゼントしたということは、もうそこからねジョジョリオンにねお母様がご購入されるのかな、もしかしたら。そこで次ジョジョランズですから、もう完全に間に合いましたね。素晴らしい。いやもっと早くハマっていればっていうこともあったかもしれないんですけれども、でもこのタイミングでハマってくれたからこそ、こうしてお便りを私があの読ませていただくきっかけになったかもしれないですし、あの本当にやっぱ運命だと思いますよ。本当に徐々にハマってくれて本当にありがとうございます。というわけでですね、以上ジョジョを知ったきっかけ意外それはでした。アンダーワールド、射程距離フロリダ州オーランド付近、つまり町一つ分、持続力 C。 スタンドコーディネーター、皆さんの悩みが解決するスタンドをコーディネートしていきます。今日はですね、あの久しぶりにスタンド使いの皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思います。スタンド名、
武道ヶ丘高校に行きたい娘の母。私も行きたい、いつも夕飯を作りながら楽しく拝聴しています。ありがとうございます。じゃあ今も料理中かな中3の娘にスタンドをコーディネートしてもらいたくて応募しました。私の娘は昔からこだわりが強く、いろいろ難しいところもあり、不登校だったり病気をしたりで紆余曲折あったのですが、そんな大変だった頃に徐々に出会い、親子ともにたくさんの勇気元気をもらいました。娘は特に四部が大好きで、ジョースケと奥安が仲良く学校生活を送る姿に憧れ、私もあんな風に学校生活を送れるかな、送ってみたいなとジョースケたちに背中を押してもらい、再び学校に行くようになりました。辛いこと苦しいことばかりに目がいっていた娘も、今はそれを乗り越え毎日楽しく登校できるようになりました。よかった。そんな娘がこの度高校進学を考えられるようになったのですが、決断できずにいます。ファイちゃん、こんな娘がこれからの人生で悩んだ時、一歩踏み出す勇気が出るような、娘の味方になってくれるような、そんなスタンドをコーディネートしてやってください。あまり深刻に考えなくて大丈夫ですとのことです。ありがとうございます。いやー、もう私はもうこのお嬢様が他人事に思えない。自分もやっぱりこだわり強いし、なんかそのこだわりを出すことで周りから浮いて、その嫌われちゃったりとか悪口言われちゃったりとか、そういうので学校に行くのが本当に苦しかった時期があって、それでジョリーンから勇気をもらって、そのおかげで学校の校門をくぐることができていたので、本当に本当にお気持ちわかりますね。だし、そんな中でこう徐々に勇気をもらって、自分の足で、他でもない自分の足でちゃんと学校に行って勇気を出して、そしてね、今はもう笑い合えるような楽しい学校生活を送れてるっていうのは、もう間違いなく黄金の精神だと思います。もうね、すでに黄金の精神を持っているので強い子だと思うんですけれども、やっぱりどんな時でも背中を押してほしい存在っていうのはいると思うんですよ。私もこう夢を叶えて、で今までの辛いこと全部バネにして頑張ってこれたんですけれども、未だにああもうちょっと頑張れたらなとか、勇気が欲しいなって思う時めちゃくちゃあるので、気持ちめっちゃわかります。なのでこの武道ヶ丘高校に行きたい娘の母さんの娘さんにはこれを授けたいと思います。あなたのスタンドはスパイスガール。こちら第5部黄金の風に登場するトリシューナのスタンドスパイスガールでございます。こちらはですね、どんな物質も柔らかくする近距離パワー型のスタンドです。まあ本当にゴムとかみたいにグニャングニャングニャってさせたりできるんですね。で、私はなぜこれを選んだかと言いますと、さっきもちょっとアンダーワールドのお話でも少し話したんですけれども、スパイスガールって自我を持ってるスタンドなので、いつもこうそばにいて喋ってくれるんですよ。で、トリッシュがスパイスガールに目覚めたばかりの頃もずっとあなたの近くにいましたと言ってくれて、寄り添ってくれているんですね。で、あなたならできると、これをこうしてくださいって指示もしてくれるし、力が足りない時は一緒に寄り添って力を込めてくれる。それって本当にめちゃくちゃ勇気湧いてきませんか？そんな存在が常に近くにいてくれるって。で、近距離パワー型だから嫌なことあったらもうぶん殴れるしまあ実際にね、殴っちゃダメだけれども、気持ち的にいつでもこいつを始末できるっていう心の余裕が生まれると、ちょっとしたことじゃ怒らなくなるし、なんか自分自身も強い気持ちになれるし、その自分自身が強いっていうのは努力の証だから、そのなんか自分のことも好きになれる。で、ね、なんで他の自我を持ってるスタンドじゃなくてスパイスガールなのかというと、まあ、寄り添ってくれるところも確かになんだけれども、やっぱり私もこう個性が強くて、その周りから浮いてっていう経験があって、それから学んだのは、自分の好きなものとか個性とか大事にしたい信念とかを曲げる必要はないけれども、時と場合とかシチュエーションによって柔軟性を身につけることってものすごく大事だなっていうのを感じてきました。それは別に自分が信念を曲げるとか、なんか周りの同調圧力に屈したとか、そういう意味では決してなくて、あえてその周りがこうすることによって、じゃあ自分はここにこう柔軟に対応していくけれども、信念は持ち続けて別の機会に発言するなり、自分の才能を生かすなりすれば
世の中うまくいくよねみたいな、みんなも幸せになるみたいなことを私はこう今年30になるんですけど、それを長い年月をかけて学んできたので、ぜひあのこのお嬢さんには柔軟性、そのスパイスガールズのような柔軟性をしっかり心の中に持ち続けて、より強くなってほしいなって思いました。うん、大丈夫だよ。全然なんか人と違う考えとか違う個性を持っているっていうことはなんか劣ってるんじゃなくて、むしろもう優れてる自分の強いポイントだから、それはどう生かすかは自分次第でいくらでも変えられるので、勇気を持って、そしてあの柔軟性っていうのは周りの人の意見にもこう耳を傾けることにもつながると思うので、自分のことを大切に思ってくれる学校の先生や、親御さん、そして親友とかの意見に耳を傾けて柔軟に対応していくっていうのが私はおすすめかなと思います。もし周りの人の意見聞くにしても、例えば自分のことをよく知りもしないのに言ってくる人とか、その自分の邪魔をするためだけに悪口、あなたにそんなんできないよとか、なんでブラ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 って言ってくる人がいたら、それは無視して大丈夫。あなたのことを考えてない人はもう全部無視しちゃって、もうわなびーってしちゃえば全然大丈夫なのでね、あの大切な人の気持ち、言葉だけを信じていれば大丈夫です。頑張ってください。応援してます。ちょっとごめんなさい、話がめちゃめちゃ長くなっちゃったんですけれども、こんな感じで私が皆さんのお悩みや相談をスタンドで解決していきますので、ぜひぜひメール送ってきてください。以上、スタンドコーディネーターでした。アンダーワールド、精密動作性なし、成長性なし。ここでお知らせです。シリーズ第9部となるザ・ジョジョランズがいよいよ2月17日金曜発売のウルトラジャンプ3月特大号より連載開始となります。やったー。またザ・ジョジョランズ連載開始を記念した特製 T シャツが手に入る応募者全員サービス企画を実施。電子版ではご応募いただけませんので、ぜひ本誌をゲットしてご応募ください。詳細はウルトラジャンプ3月特大号をチェック。そしてジョジョの奇妙な冒険関連書籍一冊丸ごとジョジョの本、ジョジョマガジン2022ウィンター、シリーズ初の公式クイズブック、ジョジョズビザークイズイズ500、ジョジョの奇妙な問題集、大人気短編小説集の第3弾岸辺露伴は倒れない短編小説集、原作角野光平、漫画カラスマタスクによるスピンオフ連載、ジョジョの奇妙な冒険クレイジーダイヤモンドの悪霊的失恋第2巻も好評発売中です。ジョジョ関連本4冊同時発売を記念したクイズ番組も YouTube ジャンプチャンネルにて配信中、合わせてご覧ください。そしてアニメジョジョの奇妙な冒険シリーズ出演声優がアーケードゲームジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバーでスタンドバトル対決をするリアルイベント、声優ラストサバイバーが2月19日日曜日東京ビッグサイト TFT ホール1000にて開催。ただいま会場チケット、配信チケットが好評発売中です。会場ではオリジナルグッズの物販も予定されているので、こちらもお楽しみに。詳細は声優ラストサバイバーで検索してみてください。声優陣がイベントへの意気込みを語る PV も公開中です。そして、ジョジョの奇妙な冒険アニメ10周年記念上映イベント第4弾、ダイヤモンドは砕けない会のチケットがチケットピアにて抽選申し込み受付中。上映後には東方丈介役小野裕貴さん、岩波義和音響監督によるトークパートを実施。アニメーションシリーズの軌跡を大迫力のスクリーンと音響でお楽しみください。抽選申し込み受付は2月16日木曜11時までとなります。詳細はジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーション10周年記念プロジェクト公式サイトをご確認ください。まだまだあります。アニメーションシリーズが一堂に会する初の展示会、ジョジョの奇妙な冒険アニメ10周年記念展が現在仙台会場にて好評開催中。書き下ろしイラストの等身大オブジェや特別映像の上映、制作の裏側まで見どころ満載の展示会となっています。仙台会場でしか手に入らない限定グッズは東方丈介と木賀義景のキャンバスボードです。 TFU ギャラリーミニモリにて2月26日日曜日まで開催していますので、ぜひこの機会にご来場ください。次回の名古屋会場のチケットは2月12日日曜日が抽選締め切り日となりますので、お見逃しなく。詳しくはジョジョアニメ店公式サイトをチェックしてください。そして
アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのブルーレイボックス2が2月24日発売。設定やインタビューが満載のブックレットなどが特典の第13話から第24話までを収録した愛蔵版です。さらにブルーレイボックスはまた2のいずれかの初回使用版をアニメイトでご予約ご購入された方を対象に抽選で4月16日日曜日に開催されるオラオラジオ S 公開収録 in アニメイト池袋本店の収録へご招待。こちらの応募締め切りは3月5日日曜23時59分までとなります。詳細はアニメイト公式サイトアニメイト各店舗をご確認ください。アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン第25話から最終話第38話はネットフリックスにて全世界独占先行配信中。毎週金曜24時30分からテレビ放送中となります。東京 MX は毎週金曜24時30分から放送、 MBS は毎週金曜26時55分から、 BS11 は毎週金曜24時30分から、 ABEMA は毎週金曜24時30分から、アニマックスでは毎週土曜21時30分から放送です。お知らせは以上。お届けしてきましたジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンオラオラジオ S エンディングです。まずはベルサスのスタンドアンダーワールドの基本能力を振り返っていきましょう。いやこちらねボヘミアンラプソディと同じでですね、なし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 ってねこう続いていきますけれども、ちょっと射程距離がフロリダ州オーランド付近、つまり町一つ分っていうのがちょっとまさかのちょっとびっくりしちゃってちょっと 笑いながらステータス行ってしまったんですけれども、いや意外と広いですよね。だって街一つ分ってなかなかですよ。いやそれであんな規模のね能力出されたらなかなかね、もうジョリンたちみたいにトンチで勝つしかないですよね。しかもこうなんだろう、ボヘミアンラプソディみたいに必勝法がわかるものじゃないから、あの手この手でやられたらもうひとたまりもないのでね、本当に勝ててよかったなと思います。はい、そしてオラオラジオ S 第44回は2月16日更新です。先週もお伝えした通り、来週のゲストはジョジョの音楽を担当されている菅野優吾さんです。いやスターダストクルセイダースの時のオラオラジオ以外の登場でございますのでね、本当に本当にいろんなお話聞きたいなと思います。楽しみですね。皆さんもぜひぜひメールたくさん送ってきてください。よろしくお願いします。というわけでお相手は空城ジョリン役ファイルーズアイでした。さてさて恒例のジョジョなぞなぞが届いておりますのでやっていきたいと思います。今日は挑戦者が2人いますよ。スタンド名山ネズミ、ジョジョクイズを考えたので聞いてください。妻と一緒にひねりすぎていまいち、それはファイグーズさんっぽくない、過去親父ギャグじゃないなどと話し合いながら頑張って考えたので楽しんでもらえたら嬉しい。誰が親父ギャグじゃ。ブチャレティが部下に仕事を任せました。一人だけ失敗してしまったのは誰でしょう。ほう、でもブチャレティの部下から探せばいいんだよね。ジョルのナランチャ、待ってフルネームでいいよ。ジョルのジョバーナ、ナランチャギルガ、パンナコッタフーゴ、グイードミスター、レオネアバッキオ。一人だけでも失敗したんでしょ。でジョルのジョバーナは違う、ナランチャギルがパンダゴッドフォー、グイードミスター、はい、グイードミスター、ミスった、親父ギャグじゃん。答え見ます。正解はミスったミスターです。やったー親父ギャグじゃん毎週アニメラジオともに楽しみにしています。ファイグズさん、スタッフの皆さん、これからも頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。おい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 おねえ、もうこれファイグズさんっぽくないって言ってるけど全然ファイグズさんっぽいよありがとうございます嬉しい。なんかこれ正解するとなんか不思議な心地よさを感じますねではでは続きまして、スタンド名イニナ。前回のジョジョなぞなぞですが、ファイちゃんのことが大大大好きな私は問題を聞いて答えはファイルーズアイダーとラジオ越しにファイちゃんと同じ答えをして一人で盛り上がっていました。恥ずかしい。その後答えを聞いてひとしきり笑い、恥ずかしがってるファイちゃんも可愛いととても楽しませてもらいました。飛びてー。ジョジョなぞなぞグッド、なかなか面白いゲームだ。私もなぞなぞを考えてみました。問題、ブチャラティチームがカフェに行き、おのおの飲み物を注文しました。7人のうちお茶を頼んだのは誰でしょう。過去1人とは限りません。でも今日ブチャラティいいの、ブチャラティチームだからブチャラティも入るんでしょ。ブチャラティ、ジョールの、アバキオ、
え、お茶を頼む。でもアバキオじゃ、アバキオは絶対いるでしょ。アバキオはまあお茶なん、うん、お茶出してるし。ミスターナランチャー、でも7人っていうからトリッシュもだよね。そう、トリッシュ、1,2,3,4,5,6 で、今書き出してます。飲み物7人のうちお茶を頼む。ブローのブチャラ、あ、ブチャラティ、ブチャラティ、茶が入ってる。あ、で、ナランチャ、茶、あ、違う、アバキオじゃない、ブチャラティとナランチャだ。答え見ます。正解は、答えはブチャラティーとナランチャです。簡単すぎでしたかね、とのことです。いや、これはね、めちゃくちゃいい謎謎です。これ、これぞジョジョ謎謎です。あと、ジョジョ謎謎って信じられないぐらい言いにくいんですけど。いや、これブチャラティーの茶じゃなくて、ブチャラティー、あのアップルティーとかのティーでしたね。そう、茶も入ってるし、ティーも入ってるし、これは本当に素晴らしい。もう今無意識に敬礼のポーズしちゃいました。素晴らしいです、これは。ありがとうございます。いや、今日はちょっとブチャラティーチーム攻めでね、なかなか面白い謎謎が楽しめましたよ。皆さん、これからも私を楽しませてください。というわけで、以上、ジョジョナゾナゾでした。また送ってね。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りしました。